アーサー・ピアソン初代順弾者シリル・アーサー・ピアソンは、イギリスの新聞発行者である。デイリー・エクスプレスが身を相関したことで知られる。ピアソンは、イングランドサマセット州ウーキーに生まれた。父は、アーサー・シリル・ピアソンで、後に、バッキンガムシャー州ドレートン・パースローの牧師になった。母のフィリッパ・マッシンバード、マクスウェル・ライテは、賛美科作家で詩人のヘンリー・フランシス・ライトの、 孫娘である、ハンプシャー州のウィンチェスターカレッジで教育を受けた。卒業後は、ロンドンに本拠地を屋上時ニューンズの出版社に入社し、ティットビッツ氏の記者となった。最初の1年でニューンズに認められ、その首席秘書に任命された。ニューンズの下で6年間働いた後、1890年、ピアソンは自分の出版事業を立ち上げるために退職した。 その後3週間でピアソンズウィークリーを創刊し、創刊号は25万部を売り上げた。事前家であったピアソンは1892年に事前団体フレッシュエアファンドを設立した。この団体は恵まれない子どもたちが野外活動に参加できるようにするのを支援する団体でピアソンズホリデーファンドと名前を変えて現在も運営されている。1 8 9八年に モーニングヘラルドが実を買収し、1900年に自社の出版物と合併させて、デイリーエクスプレスが実を相関した。デイリーエクスプレスは当時の新聞とは一線を画し、それまで広告だけを掲載していた一面にも記事を掲載し、速攻性のあるインパクトを与えた。ピアソンはバーミンガムのデイリーガゼットなどの地方紙の設立にも成功した。 ピアソンはデイリーメール紙と直接競合するようになり、商業的な戦いの結果、タイムズ紙の支配権をほぼ手中に収め、そのマネージャーに指名されたが、取引は失敗に終わった。1898年、ピアソンは月刊文芸誌、ロイヤルマガジンを創刊した。この雑誌は1939年まで発行されていた。 1904年のバニティフェア氏の表紙に掲載されたピアソン1900年、ピアソンは冒険家のヘスケソヘスケスプリチャードをパタゴニアに派遣し、絶滅して久しい地上生生獣ミロドンとみられる巨大なケムクジャラの哺乳類が森に生息しているという報告の調査に向かわせた。結局、この生物の痕跡は見つからなかったが、遠く離れた地からのヘスケスプリチャードからの報告は、 読者を魅了した。この時期、ピアソンは作家としても活躍し、イギリスやヨーロッパの観光ガイドを数多く執筆した。PRS ホリー教授というペンネームで、1902年にハンドライティングアズアンインデックス2キャラクターを執筆したほか、占いや夢分析に関する本も執筆している。ピアソンは、 ジョゼフ・チェンバレンの関税改革運動を熱烈に支持し、1903年に関税改革同盟を組織し、初代会長に就任した。1904年、ピアソンはジョンストン家から70万ポンドで、スタンダードとその姉妹し、イブニングスタンダードを買収した。そして、イブニングスタンダードを自社のセント・ジェームズ・ガゼットと合併させ、 それまでの漁師の保守党よりのスタンスから自由党よりのスタンスに変えた。しかし、売り上げの減少を防ぐことができず、1910年にダビソン・ダルジールとアレクサンダー・ヘンダーソンに売却した。セント・ダンスタンズにおいて、末通りを学ぶ盲目の元兵士ピアソンは、緑内障を患い、1908年に手術を受けたにもかかわらず、視力を失い始め、 1910年より、新聞の利益を徐々に手放すことを余儀なくされた。デイリーエクスプレス紙は、最終的には1916年11月に、イギリス領カナダのマックス・エイト県の支配下に置かれた。英国王立盲人協会を通じて、ピアソンは1912年に、ピアソンズ・イージー・ディクショナリーを展示で出版した。後に全盲となったピアソンは、1914年に、 英国王立盲人協会の会長に就任し、わずか8年間でその収入を8000ポンドから36万ポンドに増やした。1915年1月29日、ピアソンは第一次世界大戦中に毒ガス攻撃や外傷で失明した兵士のために盲目の兵士、船員のケア委員会を設立した。その目的は盲目の兵士たちに職業訓練を提供し、 彼らが自立した生産的な生活を送れるようにすることで当時としては求心的なものだった。盲目の兵士たちはバスケット折りやマッサージなどの職業訓練だけでなくダンスや展示、スポーツなどの社会的スキルも訓練され自信を取り戻すことができた。訓練を終えた兵士には自立の証として展示時計などが送られた。盲目の兵士の多くが若い男性であり、 それから何十年も障害を抱えたまま生きていかなければならないということを考えると、これは特に重要なことだった。ピアソンの失明者に対する検診により、1916年7月12日に巡弾尺位が授与され、初代セントダンスタンのピアソン巡弾尺となった。1917年には大英帝国勲章ナイトグランドクロスが授与された。ピアソンは、 スカウト運動の先駆者であるロバート・ベーデン・パウエルの親友であり、スカウト運動の立ち上げや雑誌、ザ・スカウトの発刊を支援していた。ピアソンの展示出版計画が資金不足で頓挫していたが、1914年5月2日、バーデン・パウエルは全てのスカウトはザ・スカウト氏の発行者であるシーアーサー・ピアソン氏のために全行を行い、盲人のために 展示で文学を出版する彼の計画の資金を調達するようにと公に要請した。1919年、ピアソンはビクトリー・オーバー・ブラインドネス、ハウイットアズ s ンバイザメンオブストリートダンステンエスを執筆した。ピアソンは1921年にグレーター・ロンドン盲人基金を設立した。1887年12月、ピアソンはウィルトジャー州・マディントンの キャノンフレデリック・ベネットの娘イゾベル・サラ・ベネットと結婚した。イゾベルとの間に3人の娘を設けた。1897年、ピアソンはウィリアム・ジョン・フレイザーの娘エセルと結婚した。エセルは1920年に大英帝国勲章デムコマンダーに助せられた。エセルとの間には息子のネビルと3人の娘がいた。ピアソンは1921年12月9日。 自宅の風呂で意識を失って、風呂の中に転倒し、溺死した。葬儀には、内閣、イギリス王室、ノルウェー王室、および多くの盲人協会の代表者が参列し、遺体は、ハムステッド墓地に埋葬された。棺担ぎ人のうち二人は盲人だった。妻、息子、三人の娘が残された。1922年、シドニーダークによる電気ザ・ライフ・オブ・サー。 アーサー・ピアソンが出版された。ありがとうございます。